今回は不仲すぎる有名漫画家さんをまとめてきました。嫉妬、憎悪、敵意がうごめく犬猿の仲となってしまった漫画家さんを5組厳選してご紹介してまいります。まず一組目にご紹介するのは小田栄一郎先生と久保泰斗先生です。まさに週刊少年ジャンプといえばこのお二人と言ってもいいほどの看板作品を生み出した傑物ですよね。多くの方がご存知の通り、小田先生といえば海賊冒険漫画のワンピースが代表作で、久保先生は死神バトル漫画のブリーチで有名です。それで実はこのお二人意外に仲が悪かったそうなんですよね。そのきっかけは久保先生のデビュー作がジャンプ増刊号に掲載された時の人気投票でした。久保先生曰く、当時のジャンプ増刊号で行われる人気投票は1位と2位は連載経験者が取り、3位から新人の読み切りがランクインし始めるといった流れだったそうなんです。結果的に久保先生のデビュー作は4位と上位にランクインするんですが、その上の3位が小田先生の読み切り作品であるロマンスドーンだったんですよ。で、この結果を見た久保先生が一方的に小田先生を嫌いになり、2人はバチバチの関係になってしまうんですよね。ちなみにロマンスドーンはワンピースの原型となった作品と言われています。実際にこの作品はワンピースとの共通点が多く見られるんですよね。ワンピースが好きな方でまだ読んだことがない方は要チェックの作品ですよ。さて話を戻すと、その後久保先生、小田先生ともに人気作家となってからも2人の不仲な関係が回復することはありませんでした。例えばワンピースの10周年記念の時に久保先生はイラストを送るんですが、小田先生はブリーチの13周年記念本ができた際に何もしなかったんですよね。ところでなんで13周年という中途半端な数字なの？疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。その理由ははっきりとは明言されていませんが、作中で登場する5艇13体に関係しているのではないかと言われています。もしこうなんじゃないかという意見がありましたらコメント欄にぜひどうぞ。で、この13周年記念本はそもそも漫画家さんからのイラストの投稿が少なめだったので、小田先生に悪意はなかっただろうと言われていたんです。しかしその後ブリーチ関連の特集があっても小田先生がイラストを描くことはなかったんですよ。挙句の果てにブリーチが最終回を迎えた時もイラストどころかコメントも残さず、小田先生は完全スルーを決め込むんですよね。これを知った読者は、小田先生と久保先生がガチで喧嘩してる、この二人どんだけ仲悪いんだと一時期話題になったんです。ですがその後に迎えたブリーチ20周年記念の際、小田先生はお祝いとともにお互い負けず嫌いだったとユーモアを入れながらコメントしていました。まあ今ではそこまで仲が悪いわけではないのかもしれませんね。またブリーチはシリーズ最終章の千年決戦編が最近アニメ化されたことで再び注目を集めています。これを機に改めて原作漫画を読むと内容が深まって面白そうですよね。ブリーチは王道ストーリーでありながらちょっと変わった作風で、いい意味で少年誌らしくないおしゃれさがいい、キザなセリフがかっこよすぎて癖になるとコメントが集まっていて、久保先生の世界観が爆発している作品なんですよ。今回はほんの少しだけあらすじをご紹介していきます。この物語の主人公は小さい頃から幽霊が見える高校生の黒崎いちごです。そんないちごは高校生になった今でも幽霊が見えていて、もはや幽霊を見かけても何も思わなくなっていたんですよね。ところがある日、普段よく見る幽霊たちとは異なる雰囲気を漂わせた朽木ルキアと名乗る女性と出会います。なんと彼女の正体は幽霊を成仏または退治する死神だったんですよね。そんなバカなと信じないイチゴの前に、生きた人間の魂を食べる悪霊のホローが現れ、イチゴの家族が襲われてしまいます。でもってルキアはホローを退治すべく戦うんですが、イチゴをかばい負傷してしまうんですよ。絶体絶命となったイチゴたちでしたが、ルキアは家族を救うためには貴様が死神になるのだとイチゴに死神になることを提案します。そうしてルキアから死神の力を受け取ったイチゴは、ルキアの想像をはるかに超える死神へと変化してってな感じのストーリーです。死神になった主人公がこれからどんな成長を遂げるのかワクワクしますよね。ちなみに個人的にはおしゃれな技が飛び交う迫力のバトルがとにかくかっこよすぎて、いつも引き込まれてしまいます。もし原作漫画を読みたいなって方は概要欄に無料で試し読みできるリンクを貼っておきますので、ぜひどうぞ。続いて2組目の漫画家さんは手塚治虫先生と本宮博先生です。
手塚先生は漫画の神様と評されるほどの超有名漫画家で、天才外科医の主人公が法外な手術で人々を救う医療漫画であるブラックジャックが代表作として挙げられます。また本宮先生は創刊初期の週刊少年ジャンプを支えた第一人者で、サラリーマンとして働く主人公の活躍と成長を描いたサラリーマン金太郎が代表作です。そんな超有名なお二人ですが、実はとても仲が悪かったんですよね。きっかけは新人漫画家向けの漫画賞である手塚賞の受賞パーティーにて、本宮先生が手塚先生に喧嘩を売ってしまったことでした。どういうことかというと、このパーティーに普段は出席しない審査委員長である手塚先生が珍しく登場したんです。で、手塚先生は審査委員長として受賞者の前で挨拶をすることになるんですよ。その時、最近の若手は人気ばかりを気にして書いているから良くないよと手塚先生が話したんですよね。漫画の神様からのお言葉とあって、会場中の誰もが真剣に耳を傾ける中、一人あまり話を聞いていなかった人物がいたんです。それが本宮先生だったんですよね。そんな本宮先生は受賞者の発表という大事な役を任されていたんですよ。でもって受賞者発表の時に手塚先生の話を聞いていなかったがために、漫画で一番重要なのは人気で、人気を出せば化けるから、まずは人気を取れと言ってしまったとのこと。手塚先生と真っ向から反対の思想をぶちまけた本宮先生は、ご本人からめちゃくちゃ睨まれてしまうんですよね。で、もちろん会場も最悪の雰囲気に包まれ、それから二度と手塚先生から口を聞いてもらえることはなかったそうです。こうして手塚先生と仲が悪くなってしまった本宮先生でしたが、その後のインタビューで、手塚先生の言うことも俺の言うこともどっちも正しいから仕方ない、手塚先生ほど人気を気にしている人はいないでしょうと、また揉めそうな発言をしていらっしゃいました。さて、3組目にご紹介するのは、またまた手塚治虫先生と水木しげる先生です。水木しげる先生は妖怪漫画のパイオニアとして有名な漫画家で、特に妖怪たちが繰り広げる奇想天外な物語を描いたゲゲゲの鬼太郎は、世間に妖怪のイメージを浸透させた作品といっても過言ではありません。そんな超有名作品であるゲゲゲの鬼太郎は、実は連載当初墓場の鬼太郎というタイトルだったんですよね。この墓場の鬼太郎ですが、もともとは紙芝居として作られた作品で、少年誌っぽくない怪奇色の強い作風が特徴だったんですよ。その後、少年誌での連載が決まったことで、妖怪である主人公が悪い妖怪を退治するという少年誌らしい内容へと変更したんですよね。こうして皆さんがよく知るゲゲゲの鬼太郎が出来上がるんですが、なんとこれをきっかけに手塚先生と水木先生の間に溝ができてしまうんです。というのも、連載された墓場の鬼太郎を読んだ手塚先生が、あまりの面白さから水木先生にとんでもないほど嫉妬してしまうんですよね。どれほどかというと、水木先生に面と向かって、あなたの漫画くらいのものなら僕はいつでも描けるんですよと強がってしまうほどなんです。実は手塚先生は超負けず嫌いとして有名なんですよね。他の漫画家さんに対しても、君のような絵は私もその気になれば描けるなどと言っていたこともあったそうなんですよ。ですが、特に水木先生の唯一無二の世界観と絵柄は、手塚先生に強力なインパクトと嫉妬心を生んでしまったようです。漫画の神様と呼ばれる手塚先生をここまで嫉妬させてしまう水木先生の天才っぷりは凄まじいですよね。そんな敵意むき出しの手塚先生ですが、わずか60歳という年齢でこの世を去ってしまいます。手塚先生が早くに亡くなられたことに対して、水木先生は、手塚治虫は寝てないから早死にしたんだと頻繁に言っていたそうです。この言葉は、長生きできている自分がまるで勝ち組であるかのように聞こえてしまうかもしれません。しかし、実際は水木先生による尊敬とねぎらいの情が込められていたんですよね。水木先生の書籍には手塚先生に対する思いが書かれていました。どうやら手塚先生から嫉妬されまくっていた水木先生も、また漫画界を先頭でひた走る手塚先生に対して強い嫉妬心を持っていたそうです。そして、お互い仲が悪かったわけでなく、忙しすぎたことを理由に会いたくても会えなかったそうなんですよ。また尊敬の気持ちが強すぎたこともお互いが遠ざけ合う原因だったそうです。で、水木先生はあまりにも忙しいので徐々に仕事量を減らしていくんですが、手塚先生は常に書き続けていました。このことについて水木先生は、自分の作品に自信を持ち、漫画が大好きでないとできないことであると手塚先生に最大限の敬意を払っているんですよね。ち
超多忙で寝る暇もない中で漫画の神様として命を削りながら最前線を走っていた手塚先生は水木先生にとってのライバルであり尊敬する漫画家だったようです。こうしてお互いに刺激し合いながらも漫画家として認め合っていたことでより良い作品を世に生み出すことができたのかもしれませんね。そして4組目にご紹介する不仲な漫画家さんは鈴川慶光先生と柚木ココナ先生です。鈴川先生はグランドジャンプより連載開始されたドクタークインチが代表作となっています。この作品は患者のことを欲望まみれの化け物と呼ぶほど口が悪いにもかかわらず技術は天才級であるがゆえに手術を依頼する人が後を絶たない美容外科医を主人公とした医療漫画です。医療漫画と聞くと人の命を救う物語が多いイメージがありますがドクタークインチは整形手術をする美容外科医を軸にして人の心を救うという設定の斬新さが人気を集めています。そんな鈴川先生なんですがある日突然ツイッターでとんでもない暴言を柚木先生に吐きまくったんですよね。ちなみに柚木先生は元セクシー女優、声優、歌手などマルチに活躍されている漫画家さんなんですよ。で、鈴川先生と同じくグランドジャンプにて白崎いちごは断れないを連載していたんですよね。この作品は夜のお店やセクシー女優として働く主人公が頼まれると断れない性格が原因でありとあらゆるトラブルに巻き込まれていくというコメディ漫画です。可愛らしいイラストとサクサク読めるストーリーながらも実際にセクシー女優として活動していた柚木先生の経験を元に書かれている部分もありとても読み応えのある作品なんですよね。で、そんな柚木先生はある日ツイッターに自撮りを載せたツイートをしたんです。すると何を思ったのか鈴川先生がそのツイートに対してきっしょと返信したんですよ。もちろん同じ漫画家、それも同じ出版社で連載しているのにもかかわらずツイッターという誰もが見れる場でこんな暴言を吐かれた柚木先生は大激怒で、柚木先生は鈴川先生に対して冷静ながらも怒りに満ち溢れた文章で返信します。しかしそのツイートに対して鈴川先生はAV 女優が俺様に意見言ってんじゃねえよとさらに暴言を吐いてしまうんです。結果的に柚木先生の返信が火に油を注ぐ形となり柚木先生に対する暴言ツイートがさらにエスカレートしていくのでした。それから鈴川先生は最後のツイートと言って自分の思いを何個も何個もツイートし始めます。そのツイートはこの俺様こそがゴッドでありゴッドだから俺は世界の 10% を持ってやるというような内容だったんですよね。これを見た読者は一体どうした怖すぎるなどとコメントをしていました。さらには編集長と医者にコロナを移された娘の生命の危機許さないと言って同ツイート内で関係者と思われる人物に殺害予告までしてしまうんですよね。こうしてこれらの謎ツイートが投稿されてすぐ鈴川先生はツイッターのアカウントを削除したんですよ。結局なぜ鈴川先生は柚木先生に切れたのか、その後柚木先生とはどうなったのかさっぱりわからないままになってしまったんですよね。ところで鈴川先生はツイッターで自分は双極性障害であるとツイートしていたんですよ。この双極性障害とは簡単に言うと気分の浮き沈みがものすごく激しい状態になるというものなんですよね。もし気分が高まっている状態になると誰であろうと構わず話しかけるようになったり自分は偉大な人間であると考えてしまうそうなんですよ。そのためご紹介した一連の鈴川先生のツイートは気分が高まっていた時だったんじゃないかと読者の間では噂されています。実際に症状が出ていると思うから叩かないであげてわいでよければ相談乗るでと心配される声も少なくありませんでした。次にご紹介する漫画家さんは結城穂村先生と私や香織先生です。結城先生は同人サークルホムラズ R コミックスで活動しながら主に成人向けの漫画を描いています。ですが成人向け漫画以外にもコミックハイという月刊青年漫画雑誌にて一般向けの漫画である先玉昨夜伝を連載していたこともあったんです。ちなみにこの作品はある日幼い姿をした神様と出会った主人公が壮絶な神々の戦いに巻き込まれるという物語。神話、ラブコメ、冒険、アクションなど漫画の人気ジャンルをこれでもかと凝縮した内容となっているんですよね。さぞかし人気を集めていたかと思いきやある日結城先生はツイッターでコミックハイは読者が少ないから心が折れそうというようなツイートをしていたんですよ。で続けて一人だけ悪目立ちして自作品売れるかもしれないけど他の作家が軒並みとばっちり受けるからほんとあんま良くない
自分が売れりゃいいんだろうな、ともツイートしていたんです。このツイートをした背景として、どうやら別作家さんが連載している一部のあざといエロ要素作品のせいで、コミックハイが本屋にあまり置かれていないらしいということを、結城先生は書店で働く友人から聞いたそうなんですよね。アダルト雑誌では成人向け、青年雑誌では一般向けと区別して、エロなしで連載を頑張っていた結城先生にとって、それは許し難いことだったようです。しかし、これに待ったをかけたのが、私屋先生だったんですよね。当時、私屋先生は、コミックハイにて、子供の時間という作品を連載していました。この作品は、おませな女の子の主人公と、新任教師との禁断な恋を描いたラブコメ漫画なんですが、かなり際どいエロ描写が多いんですよね。私屋先生自身も、一本誌の限界に挑戦というほど、攻めた作風なんですよ。ただこの作風が人気を集め、アニメ化もされるほど大ヒットしていたんですよね。ですが読者からは、よく規制にならないな、これ。本当に一般紙で連載していいのか、というコメントがつくことも少なくありませんでした。そして私屋先生は、結城先生の言う一人だけ悪目立ちしている作品が自分の作品なんじゃないかと思ったそうなんですよ。で、結城先生のツイートに、このツイートについてのコメントは私のことでしょうか、と返信するんですよね。これをきっかけにツイッター上にて二人の激しいバトルの火蓋が切られることになるんです。この衝撃バトルの様子をざっくりとご紹介します。まず私屋先生は、編集者の人と常にアウトにならないラインを考えながら連載をしているため、書店から敬遠されるようなことはしていない、と反論。それに対し結城先生は、ラインギリギリを攻めるのはどうかと思う。もっと安全地帯を行こうと思わないのか、と質問を投げかけるんです。すると私屋先生は、出版社や編集者と同意の上で書いているし、そもそもアウトなら出版されない。安全地帯の意味も不明です。と回答します。その回答に対して結城先生は、エロで釣っていると言われない作風が安全地帯。そしてそう思われないように、コミックハイ総出で改善しようよっていう話です。と答えるんです。そして私屋先生は、編集者からならまだしも、別の作家さんに作風を指示されても困ります。不満をぶつけます。それに対し結城先生は、作風を指示したつもりはない、ただエロによって書店に置かれないのは困るよねって話です、とツイート。で、私屋先生は、そうですか、でも困るということをまるで子供の時間と特定されるような言い方でネットに書かれる方がよっぽど困ります、とさらに畳みかけるんです。こうしてデッドヒートする2人のバトルは約7時間にも及びました。結果的には、結城先生の言う特定の作品は、私屋先生のものではないと明言したことから、バトルは終了となります。この論争を見た人から、売れない漫画家が嫉妬しているようにしか見えない、と結城先生を批判する声があったそうです。これに対して結城先生は、真面目に書いている少年漫画が、エロい作品があるからと読んでもらえないのは残念という感情がそんなに非常識ですか、と漫画家活動に対する強い信念を持って発言したんですよね。また私屋先生は、規制されない範囲でいいものを書こうとしています、これは自分も結城先生も同じです、とツイートしました。最後におまけとして、超人気プロレス漫画の筋肉マンの作者であるゆでたまご先生が、話をしたくないほどライバル視していた漫画家さんをご紹介します。ゆでたまご先生が筋肉マンを連載していた当時、数々の超有名作品が連載されていたんですよね。例えば高橋陽一先生のサッカー漫画の金字塔であるキャプテン翼や、鳥山明先生の全世界で超人気を誇るドラゴンボールなどが挙げられます。聞いてわかるように、漫画好きではない方も知っているような人気漫画家さんたちが同じ時期に溢れ返っていたんですよね。で、まさに漫画界の黄金期とも言うべき時代に、ゆでたまご先生は有名漫画家さんを全員敵として嫌っていたんですよ。その背景には、ゆでたまご先生曰く、当時のジャンプはアンケートで毎週1位じゃないと人間ではない、という風潮があったようです。そのため何としてでも1位を取るために、漫画家さんたちの間で壮絶な戦いが繰り広げられていたんですよ。何でも他作品のストーリーを常にチェックし、相手の物語のクライマックスに合わせて温めておいた最強のネタをぶち込んでいたそうなんですよね。そういった背景もあって、当時の人気投票による順位は不動の1位は難しすぎて、いつも入れ替わっていたらしいですよ。そんなこともあって、ゆでたまご先生は高橋先生や鳥山先生、さらには超人気格闘漫画北斗の拳の作者である原哲夫先生などとギッスギスの関係にあったそうです。
ちなみにどれくらいギスギスしていたかがわかるリアルなエピソードをご紹介します。まずは原先生。原先生とは同じ喫茶店に通っていたゆで卵先生なんですが、ある日ゆで卵先生がその喫茶店に行くと原先生と編集者がいたそうなんです。で、原先生はゆで卵先生が来たことに気づいたんですよね。それを知るや否や原先生の方から店を出て行ったそうです。さらに高橋先生に至ってはお互いの編集者同士も仲が悪かったそうなんですよね。ゆで卵先生は高橋先生とかに会うときはいつも作り笑いをしながら心の中で闘志むき出しだったと語っています。そんなゆで卵先生ですが、今では険悪な関係にあった原先生や高橋先生とも仲良くされているそうです。ゆで卵先生は当時のことを振り返り、1位を取りに行くためにアイデアをたくさんつぎ込むことができた。今となっては戦友です。高橋さんとか原くんとかとインタビューで答えていました。ってことで今回は不仲すぎる有名漫画家さんのご紹介でした。久保先生のおされワールド全開の作品は概要欄からぜひどうぞ。以上、漫画オタクの二宮でした。